はいどうもこんにちは、クレイです。今回はですね、本日追加されました700万ダウンロード記念10連福袋、お一人様3回限りということで、こちらを3回聞いていきたいと思います。で今回はですね、3回目で S ランク自チーム確定、自チーム選手1人確定ということで、ツイッターの方でですね、自チーム選手坂本選手狙いでいくか山田哲人選手狙いでいくかっていうとこ悩んでたの でアンケートを取らせていただいたんですけど、まあ、この動画を撮ってる現在の段階では山田哲人選手の方が有利、ちょっと、票が集まってるというところで、ヤクルトの方でいきたいと思います。でヤクルトの方でですね、引く理由がもう一つありまして、僕ちょっとピッチャーがね、弱いのでピッチャーを補強したいというところなんですけれども、山田哲人選手を狙いでヤクルトで引いたとして、ピッチャーがですね、ヤクルトだと現在3人ですね。あ、4人か。ルーキー選手含めて4人なんですけれども、まあ、ルーキー選手は多分、中継ぎ同歳か。中継ぎ同歳ですね。まあ、それはそれでいいんですけど、山中選手と村中選手ですね。こちらが中継ぎが2人とも、先発中継ぎともに S というところで、まあ、そんなすごい強いとは言えないとは思うんですけど、まあ、この利便性の良さというところが、まあ、ちょっといいかなというところで狙えて、ね、なんていうかな、山田選手外した場合もこの2人が出たら嬉しいなという感じでございます。であとこちらですね、小川選手、まあ、こちらも文句ない能力ですね。なので、まあ、小川選手でももちろん全然嬉しいです。でまあショートがね補強ポジションというところもあって、まあ、大引選手でもいいかなとは思います。はい、というところで、引いていきたいと思います。はい、まあ、まず 1,2 回でね1人ぐらい S が出てくれると嬉しいんですが、さあどうでしょうか。はい、S はなし、投資金は出ず、止めるか。おー、燃えた、よっしゃー、燃えず打ったよっていうかね。はい、まあ、実務選手確定ではないので、まあどの選手が出るかは分からない。お、スアレス選手、こちら S を持ってるので、まあどうしようかな、突破に回すか、特訓に回すかちょっと考えます。おお、トーマ選手、出るな。8、9、そしてここですね。はい、さあ、おお、ギャレット選手いいっすね。まあ、ちょっとレフトはね、筒香選手とか、あと前回の動画とかでも言ったんですけど、外野はちょっとフォアをしている状況なので、まあちょっととりあえずの使い道はまあ控えかなという感じでございます。はい、まあ全然 S が出るだけもちろん嬉しいですね。はい、ということで、じゃあ2回目いきましょう。あ、ごめんなさい、あ、そっか、エナジーが足りないのか、ちょっとすいません、準備不足で申し訳ないです。1回カットします。はい、ということで、すいません、キーを取り直して、2回目いきたいと思います。2回目でもね S が出てくれると気持ち的にはありがたい。はい、いきましょう。演出なし、なし、燃えるか、燃えない。まあ演出は渋いですが、ここから S が出ることもあるので、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、まあ最低保証ですね。はい、じゃあ次ですね、この3回目が勝負ですね。ここで、スランク自チーム選手が1人確定ということで、山田哲人選手お願いします。さあ、はい、よし、調子券、はい、行きましょう。さあ、山田哲人選手を狙って引いた30連結果がどうなるのか。4、5、6、7、8、お、これ9ですね。おー、来たー、やりました、山田哲人選手。いやー、嬉しいなこれ。もう本当にこの選手はもう個人的にも超好きな選手ですね。はい、ということで、セカンドは菊池選手がいるんですけど、菊池選手はショートも守れるので、セカンドに山田選手を置いて使いたいと思います。ということで、これ9人目かな、もし12名だったらちょっとあれなんですけど、もしかしたら9人、多分9人目な感じがするんですけど、次もしかしたら、あ、そういうことか、ん、あ、8人目だったのか。はい、ということで、大和選手、12名ですね、これ多分、すいません、勘違いしました。ということで、なんと S が2枚引くことができました。ということで、30連で S3 枚で山田哲人ということで、もうこれは文句ない神引きですね。もうまたちょっと低評価の嵐になりそうなんで、ちょっとあんまり
これ以上は言わないでおきますということで、今回30連引いたんですけれども、こちらのねちょっと4連福袋の方は、まあ、A ランク自チーム選手、特に山田哲人選手とか今回当たったんで狙って引きたいんですけど、まあ、ちょっとここは考えたいなと思います。まあ、今後ね TSOB セレクション、セレクションっていうかあれかベスト9とかも来る可能性が高いので、ちょっとは一回考えたいなと思います。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ぜひ、10連福袋の方を引いた方いらっしゃいましたら、コメントの方でよろしく、報告をいただければなと思います。またチャンネル登録や高評価の方もぜひよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。